はいどうも、今日はですね、なんとですよ、鈴鹿サーキットですよ、鈴鹿の初体やってきちゃいました。初めての鈴鹿サーキット、見学したり食べたり、やれること何でもやっていこうということで楽しんでいきたいと思います。いきます。めちゃめちゃ美味しそうなのたくさん並んでますよ。これ食べとかないとダメだな、これね、これ食べとかないとダメだな。はい、鈴鹿サーキットナインゲートバーガーさんです。ナインゲートバーガーさん、僕が頼んだのはベーコンエッグスペシャル、出来上がったら食べます。暑いです。来ました、暑いね。鈴鹿サーキットナインゲートバーガーさんのベーコンエッグスペシャル、確かベーコンエッグスペシャルって名前のバーガーでございます。いただきます。いいよ、さすがスペシャル、美味しい。オートバイのレースすごいね、初めて見たけどすごい本当に。詳しくなくてもあんまり知らなくても初めて見ても終わり楽しめますよ。だって僕がそうだもん。まあだけど知ってる人っていうか詳しい人が一緒に行ってくれるのが、まあ、ベストでしょうね。今回の場合は僕はこう先輩と一緒に来てるんで、島の与論の先輩と、ね、一緒に来てるんで、いろいろ教えてもらいながらだから、うん、めちゃめちゃ楽しんでます。美味しいものも食べれるし、うん、このコーヒーは悩んじゃうぐらい、いろんな美味しそうな店がたくさん。ただラーメンはね、ちょっと熱すぎて食べる気にはならなかったです。今日ハンバーグ、この音、音だけでもすごいね。暑いともうビール、生ビール飲んじゃいたいぐらいですけど、ちょっと危険な香りがする、暑すぎて。ビール飲んじゃったら危ないです。テント持ってきたよ。テントの中で見ててる人とか、そこで寝て休んでる人とかも結構いますよ。鈴鹿サーキットの中にあるナインゲートバーガーさんのベーコンエッグスペシャル、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。
大役で急遽土鍋選手が出てくださったりとか、あったりとかね、ありましたね。レースウィークに入ってからのサプライズっていうのもね、あるかもしれません。そうですね、今ゼロ3で2番105番です。